いつに幼虫ついてた。もんしろ長だと思って育てた。さなぎになってガが生まれてきた。それでもいいや、元気に飛んでいけ。昆虫バラエティバグラジ。ラジオの前の皆さん、こんばんは。パーソナリティの春です。昆虫バラエティバグラジ第2回目の放送となります。イエイ。この番組はタイトルの通り、昆虫をはじめとする生き物たちの面白さ、不思議さ、雑学などを虫が大好きな春がご紹介していく虫番組です。バグラジと覚えてくださいね。先週の火曜日に第1回目が放送されたんですけれども、もう反響はどうかなととてもとても心配していたんですが、面白かったよと言っていただけることが多くて、もうすごくねほっとしています。もう昆虫が苦手な方、あまり興味がない方も、へえ面白いじゃんバグラジーとか、好きまではいかないけど虫を見る目はちょっと変わったわとか思ってもらえるように楽しい放送を目指します。前回を聞き逃した方は、ラジオ川越の YouTube チャンネルにアーカイブを残しているので、ぜひお時間がある時にでも聞いてみてくださいね。前回の放送では、ザリガニ、カマキリ、ホタル、マラバルジョロウグモのお話をさせていただきました。30分番組にしては、詰め込めたような気もしますが、さてさて、今回は一体どんな昆虫が登場するんでしょうか。楽しみですね。楽しみですよね。はい。先日、私の友達たちに好きな昆虫を聞いてみたところ、すごくいい回答が来ました。その人はカブトムシが好きだと言ったんですが、理由はね、殺さず倒すからと。ああ、なるほどと思いました。確かにカブトムシとかクワガタは、こう餌場とかメスの取り合いなどで戦ったりとかしていますが、投げ飛ばしたり押しのけたりといった形で、こう特にこう深追いもしないし、相手を殺してしまうような残虐な戦い方はしないっていうイメージですよね。こう虫相撲とはよく言ったもので、見てる方も熱くなって応援したくなるようなその様は、スポーツマンシップすら感じます。はい。他にも、リスナーさんのシェリーメイ・ダッフィー・ラブさんも、カブトムシなら触れますとメッセージをくださいました。ありがとうございます。メッセージとっても嬉しいです。私もね、カブトムシ大好きです。私が子供の頃の話なんですが、近くのデパートの催事場で、夏休み限定の生き物展覧会のようなものを毎年開催していたんですよ。そこでは、ヘビとかカエルとか、珍しい昆虫、そしてカブトムシ、クワガタも展示されていたんです。もちろん生きてます。まあ、その展示というか、見せ方がすごく面白くて、大きめの木材でできた小屋の中に、木とか土とか落ち葉などを敷き詰めて、で、その小屋の中にカブトムシとかクワガタをそのまま放っているという見せ方なんです。もちろん中に入ることもできます。で、中に入ると腐葉土のね香りがブワッとして、まるで自分がカブトムシの飼育ケースの中に入ってしまったかのように錯覚してしまう不思議な空間。木にカブトムシが止まっていたり、落ち葉をめくればクワガタが眠っていたりとか、子供ながらに大興奮した記憶があります。その興奮が冷めやらない子供の私は、こう宝くじがもし当たったらとか、大金が入ったらとか、大金持ちになったら、あれの数百倍大きな温室を作って、いろんな国のカブトムシ、クワガタ、カナブン、チョウチョウなどを解き放って、探検したり昆虫採集したり観察できるようなアトラクション施設を作りたいと。きっと子供たちは目を輝かせて、まるで宝探しのような冒険ができるぞなどと野望を打ち立てていた時期もありました。しかしね、大人になった私は、たとえ膨大な、莫大なお金があったとしても、これは実現できそうにないなぁと悟ってしまいました。むやみにね、外国産の生き物を温室規模で大量に飼育するのは危険ですよね。
万が一逃げ出してしまったりとか、持ち帰った人が外に逃がしてしまったりとかすれば、もうたちまち日本の生態系が狂ってしまいかねません。はい。なので、夢は夢のまま、妄想の中だけで楽しむことにしました。さあ、今回も前回と同様、昆虫の愛の裏側をテーマにして昆虫たちを紹介していきます。昆虫の行動は一体何を意味して、何を感じて、何を思っているのか、我々で勝手に想像してみましょう。バグラジー。さて、前回はカマキリのオスとマラバルジョロウグモのオスの過酷な愛の裏側の話をしました。やはりね、昆虫の世界ではメスの体が大きかったり強かったりする種類が多いんですよね。で、私が知る限り、これは辛い立場にいるなという昆虫のオスは他にもいるんです。それはミツバチです。ハチは女王バチをはじめ、メスが仕切る社会性のある昆虫です。まあ、ご存知の方も多いと思います。働きバチもすべてメスです。アリも同じですよね。あの、女王アリがいて働きアリがいます。では働きバチがすべてメスならば、オスのハチは何をしているのか。これはね、予想がつく方多いと思いますが、オスの役割は女王バチとの交尾です。それがハチ社会での彼らの唯一の役割です。働きもしないで交尾だけできるなんて最高なニートじゃないかと思った方、それは間違いです。オスのハチは交尾を終えたらとても悲しいことに死んでしまいます。中にはね、せっかく生まれてきたのに交尾すら子孫すら残せないオスもいるんです。でも交尾をしたら死んでしまうなら、逆にできなくてラッキーじゃん、そう考える人もいますよね。ですが、生き残ったオスはその後巣の中でぬくぬく過ごせるわけではありません。秋になればただ飯ぐらいのオスはメスたちによって巣の外に追い出されてしまいます。そして寒さで凍死します。巣から投げ出されたオスは自力では生きていけないんです。目的を果たしても死、果たさなくても死、デッドオアデッド。とてもじゃないですが、もう涙が出るくらい残酷ですよね。厳しいように感じますが、これが昆虫社会なんです。でもオスがいなければ命のバトンをつなぐことはできませんので、しっかりと重大な役割を担って生まれてきてはいるんですよ。はい。だけどある日突然仲間から巣を追い出されるオスバチの気持ちを考えると、いたたまれませんよね。でもそんなオスバチに私から一言声をかけてあげるとすれば、いや、あんた働けばいいんじゃね、です。子孫を残すことができなくても、例えば蜜を集めたり子育てを手伝ったり、何かしらこう蜂の巣に貢献していれば追い出されることはないと思うんですけどね。蜂に関してはまた別日を設けてじっくり語っていきたいなと思っております。はい。続いてご紹介する昆虫はミノムシです。皆さんはミノムシについてはどこまでご存知でしょうか。秋と冬と葉っぱが落ちて枯れた枝などにぶら下がっている昆虫です。名前の通りミノをまとっているみたいで、とっても可愛らしいですよね。あのミノの中を覗いてみたことある人っていますか？私は子供の頃、興味本位で見てしまったことがあります。なんて言うんだろう、こうイメージではポケモンのように可愛らしい外見を期待していたんですけど、まあ、やっぱりね、昆虫ですね。普通に幼虫が入っていました。知らない方がいいことは世の中にたくさんありますね。このミノムシなんですが、普段は小枝とか葉っぱとかを体に巻きつけてミノを作っているんですけど、世の中には毛糸とか折り紙をミノムシに与えてカラフルなミノを作らせるミノムシアートをしている方もいるんですよね。
見たことがあるんですが、すごく可愛らしかったです。だけどこのミノムシ、結局何の虫なのか知らない方が多いと思いますので、軽く説明すると、蛾です。蛾の幼虫なんですよ。チャミノガと言います。チャミノガ。ミノムシは成長過程なんですよ。でもチャミノガっていうとなんかピンとこない方が多いと思いますので、ミノムシと表現していきますけれども、このミノムシの何が変わっているかというと、先ほどね、ミノムシは蛾の幼虫だと言いましたが、なんと成虫になってミノムシの巣を飛び立てるのはオスだけなんです。え、オスだけ？じゃあメスはどうしてるの？って思った方、ご説明いたします。ミノムシのメスは成虫になってもミノの中で一生を過ごします。ひたすらオスが会いに来るのをミノの中で待ち続けるのです。おーい、私はここにいるよ、解き放て私のフェロモンと匂いの信号を出し続けます。そう、泣いたり音を立てたりもせず、ただひたすら匂いを出すだけ。そしてこのミノムシのメス、すごく独特な見た目をしているんです。オスは茶色い一般的なふわふわとしたガの姿なのに対し、メスは手も足もない、まあ昆虫なので前足後ろ足もない、丸々と太ったイモムシのような姿なのです。パッと見、ん？サナギ？って思えてしまうほど、ガの姿とは似ても似つかない見た目なんですよ。そのイモムシ状のメスはその姿のまま、羽も持たず、空を羽ばたくことすら知らぬまま家の中に籠城し、オスが扉を叩いてくれるのを待つだけなんです。いつかきっと私の王子様が会いに来てくれるはず。むちゃくちゃ受け身女子なんですよね。どれだけ待ってもオスが会いに来ないまま一生を終えてしまう可能性もあるのに。あれ、誰も来ない？王子様、どうした？ここぞ、あなたの姫はここぞ。ん？何か感じるけど、これはめんどくさそうな匂いだな。違う子にしよう。どうしてガなのに羽を捨ててひたすらオスを待つ選択をしたんでしょうかね。報われてほしいですね。誰か、私はここよ、お願いだから会いに来てよ。バグラジ。
お聴きいただいた曲はゆうすけでミツバチでした。さあ、バグラジ後半戦行きましょう。ミノムシが受け身女子ならば、その逆も紹介していきたいなと思います。これはね、もうカマキリもびっくり、肉食系女子を超えるサイコパス女子、その名もタガメです。タガメちゃんです。タガメは水中にいる昆虫の中でも最も強いと言われています。昆虫でありながら両腕についたカマで、メダカやカエル、時には自分より体の大きいヘビとかカメとかも力でねじ伏せて捕らえて食べたりもします。その獰猛さから水中のギャングと呼ばれているとっても強い昆虫です。これがまたむちゃくちゃかっこいいんですよ。タガメについてね、語ると長くなってしまうので、今回は愛の裏側だけチョイスしてお話しさせていただきます。まずタガメのオスは保育行動をする昆虫です。そう、イクメンなんです。育児をするメンズと書いてイクメン。素敵。タガメは水中から突き出た棒や茎などを好んで産卵します。その後メスはどこかに行ってしまうんですけれども、タガメのオスはパートナーが産んだ卵に覆いかぶさるようにして卵を外敵から保護したりします。どんな敵が来ても逃げ出さず、こう威嚇をして戦うんですよ。それだけではありません。卵たちが乾いてしまわないように、こまめにね、体とか口に含んだ水などを卵にかけてあげたりするんですよ。とにかくもう大事に大事に孵化するその日まで見守り続けます。これがもう愛と言わずして何なのか、ねえねえ少しね、熱くなってしまいましたが、話を戻して、メスのタガメがどうしてサイコパス女子なのかを説明します。タガメのメスは唯一子殺しを行う昆虫なんです。こんなことする昆虫は私は他に知りませんね。タガメのメスは卵を保育中のオスを狙って襲いかかって、他のメスの卵を粉々に破壊するんです。私以外の卵守ってんじゃねえよと言わんばかりの非道さ。どうしてこんな卑劣な行動をするのか。これもね、仕方がないことなんです。タガメは個体密度がとても低い昆虫です。さらに年々その数を減らしています。メスは自分が産卵の時期に何とかしてオスと出会わないといけないのです。保育中のパパタガメは卵が孵化するまでは他のメスの求愛を受け入れません。だったら卵を破壊して無理やりパパをやめさせようというね、考えましたね。オスの取り合いですよ。オスからしたらいい迷惑ですよね。ゆっくり育児をさせてやってほしいものです。また自分の子供よりも先に他のメスの卵が孵化したら、自分の子供たちが捕食対象として餌にされてしまうかもしれないので、他のメスの卵は壊しておくというね。タガメはね、共食いの多い昆虫なんです。獰猛な肉食昆虫ゆえの行動でもあります。子供を守るオスタガメと子供を殺すメスタガメ、同じ種族でも性別が違うだけでこれだけ真逆な行動をとるなんて不思議でなりませんね。昆虫バラエティバグラジ、お便りありがとうのコーナー。はい、前回のアーカイブにシェリーメイダッフィーラブさんと純一さんがコメントをしてくれました。ありがとうございます。いや、こんなね、マイナーなラジオを聞いてくださって、しかもコメントまで、もう本当に本当に嬉しいです。純一さんから、はるさんは昆虫の飼育はしてますかと質問があったのでお答えしたいと思います。私はね、今は飼育はしておりません。なぜならお別れが辛いからです。前にはね、飼育をしていたこともありましたよ。カブトムシとかクワガタはもちろん、外国のティティウスシロカブトという白くて小型のカブトムシや、外国のトルコ宝石カナブンといって
赤や緑や青などのカラフルでとっても綺麗なカナブンなども幼虫から成虫まで育てたりしていました。ですがね、昆虫の命はもうとっても短いので、もう可愛ければ可愛いほどお別れが辛かったですね。成虫になってからが短いのがね、昆虫の差がなので仕方がないんですけれども、辛いですよね。なのでよほどじゃなければ飼育はしないことにしています。大好きですけどね。 YouTube で虫の動画を見たりとかして癒されてますよ。はい。で、飼育といえば今でも忘れられない思い出があります。夏の時期に初めて見るぐらい小さいカブトムシを見つけたんです。5センチくらいだったかな、本当にちっちゃいんですよ。今まで小さい個体のカブトムシっていうのは見つけたことが何度かあったんですが、それに比べてもさらに小さいカブトムシ。カブトムシって短い方の角をつかむじゃないですか。その角が小さすぎてつかめないくらい体の小さなカブトムシだったんです。カブトムシの体の大きさって、こう土の中にいる幼虫の時にどれだけ栄養を取れるかで変わってくるんですよね。で、こんなに小さいということは本当に過酷な状況下で、もうなんとかどうにかこうにか成虫になれたんだね、頑張ったねって思ったら、もう連れて帰ってました。一目惚れですね。名前までつけちゃいましたよ。名前は豆くらい小さいから豆です。すごく単純な名前なんですけど、で、その豆を眺めるのがすごく楽しくて、たくさん愛情を注ぎました。そしてなんとなんと、だいたい遅くても秋とかにはね死んでしまうカブトムシなんですが、豆は12月まで生きました。12月半ばくらいまで生きたかな。本当にカブトムシの中では長寿だと思います。最後の方はもう動きが鈍くなってしまって、自力で歩くのもままならない状態です。なので毎日ね、こう手の上に豆を乗せて、でゼリーを小さいスプーンでほぐして豆の口元に持って行って食べさせてました。持ってくとね、ちゃんと舌を出してペロペロってしてくれるんですよ。あー、よかった、今日も食べてくれたと思いながらね、昆虫の介護をしてるなんて、もう友達に笑われたりとかもしましたけどね。うん、なかなかいないですよね、昆虫介護してる人なんて。自分でもねおかしいとは思うんですが、それにね、無理やり生きながらえさせることがこう豆にとっていいことなのかどうかもわからなかったので、もう毎日言ってました、豆に。生きろ、私のために一日でも長く生きるんだって言ってました。自分勝手にね。もう傍から見たら怖い人ですよね。カブトムシに向かって話しかけてることも怖いかもしれませんが、私のために生きろって言ってること自体ね、本当に私変だなって思いますが。それで12月、仕事から帰って飼育ケースをいつものようにね覗いてみたら、豆はいつもの場所にねいたんですけど、動かなくなってました。ついにお別れの日が来てしまったんです。今までたくさんのカブトムシとかクワガタとか、いろんなね昆虫を捕まえてきた春ですが、もうね、こんなに思い入れを持つカブトムシは初めてで、もういい大人なのに、マミーって言って泣いてしまいましたね。もうマミーって言って、でも頑張ったねと、よくここまで生きてくれたよと。それからね、昆虫は飼ってないですけれども、うん、でもね、今強いて言うなら爬虫類飼いたいなって思ってるんですよ。うん、昆虫じゃないんかいっていうね。爬虫類も可愛いですよね。昆虫も好きですが、カエルとかトカゲとかヘビとか大好きなので、ちょっといいなって思ってます。ただね、生き物を飼うってことはそんなに簡単なことじゃないというかね、命を預かるということなので、ちゃんとしっかり考えて決断しようと思っております。以上、質問の回答でした。ちょっと長くなってしまいましたね。お便りありがとうございました。ぜひバグラジ公式 Twitter のフォロー、そしてダイレクトメールからのメッセージよろしくお願いいたします。そしてね、アーカイブの方にコメントしてくださっても私はチェックしておりますので、皆さんどしどし昆虫のエピソード教えてくださいね。はい、ということで、あっという間にお別れのお時間となりました。
好きなことを話していると時間が進むのが早いですね。やはり昆虫は人間から見るととても過酷な世界を生きているように感じます。それでも昆虫たちは迷いなく、それが当たり前だと言わんばかりに必死に生きてますよね。私も負けてられません。今日はいい日になるように、明日はもっともっといい日になるように、精一杯人生を謳歌したいと思います。さあさあ、今回のバグラジ、名前を出した昆虫は一体何匹だったんでしょうかね。メインでご紹介したのはハチ、ミノムシ、タガメでした。楽しんでいただけましたでしょうか。まだまだ個性豊かな昆虫はたくさんいますので、これからもこの番組で紹介していきます。これ面白いよっていうことがあったら私に教えていただけたらと思います。次回も引き続き昆虫の愛の裏側というテーマでお送りする予定です。毎週火曜日夜11時半から放送いたしますので、聞いていただけたら嬉しいです。まだね、私が一番大好きな昆虫の話をしていないので、それも合わせてお話ししたいななんて思っております。それではこのお時間までお付き合いいただきありがとうございました。昆虫バラエティバグラジ、パーソナリティは春でした。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。ありがとう。毎月第1火曜日夜10時45分からは声劇。15分間の短い番組だが、聞き応えは間違いない。毎回さまざまなジャンルの短編作品を公演してる。みんなぜひ来てくれ。耳で聞く物語の世界へお前を連れてってやる。詳しくは声劇の番組公式 Twitter を検索してくれ。毎月第1火曜日夜10時45分からは声劇。さあ、もうすぐ日付が変わります。今日の終わりに一つ運試しをしませんか。最初はグー、じゃんけんパー。チョキを出したあなたはいいことがあるかもしれません。